アビエーショントレーダーズ ATL-90 アカウンタント航空省で飛行中のアカウンタント、アビエーショントレーダーズアカウンタントとは、1950年代後半に第二次世界大戦後に大量に収益していた DC-3 の代替需要を狙って、イギリスで開発されたターボプロップ総発旅客機である。しかし、プロトタイプ1機が、進む空下のみで量産されることはなかった。 航空機の改造を手掛けていたアビエーショントレーダーズのオーナーで、その後レイカー航空のオーナーともなったフレディ・レイカーは1952年に総発ターボプロップ心臓機を開発し、航空機市場に参入しようとした。これは当時世界各国で収益していた傑作レシプロ輸送機である DC-3 が経年化してきており、次世代の推進機関である。 ターボプロップエンジン搭載の市場に対する期待があったためである。アビエーショントレーダーズが開発したアカウンタントは1957年7月9日に初飛行成功したが、この機体は28人乗りの旅客機で製造法と構造が優れているとして相性に会計士と命名した。搭載エンジンはロールスロイスダートであった。しかし、 同様に DC-3 の代替需要を狙って開発された総発旅客機には同じイギリスのアブロ748とハンドレページダートヘラルド、オランダのホッカー F27、そして日本の YS-11 など多数あった。そのため競争相手が多くまた市場への投入も遅かった。さらにアビエーショントレーダーズの致命的な欠点として 仮に大量受注に成功しても量産に必要な適切な設備がなかった。1957年9月に開催されたファーンポロー国際航空省で展示されたが受注契約には至らなかった。そのため事業継続が断念され、1958年1月10日に最後の試験飛行が行われた後、二度と飛ばず1960年に解体処分された。なお、 アカウンタントの胴体全部は独特の形状をしていたが、これは貨物タイプとしてスイングノーズ取り付け用に提案されたためであった。また旅客タイプには、ファーストクラス14席を含む42席のストレッチタイプ ATL-91 も計画されていたが、すべて中止になった。ありがとうございます。